カテゴリー、日本のサービス業芸能プロダクション、アミューズ株式会社アミューズは、当初一部上場の大手芸能事務所。テレビ番組、映画、舞台作品の制作等へも多面展開している。グループ企業を通じて、DVD、ビデオ、ブルーレイ、CD 等のソフト販売なども行っている。1977年設立、創業者は大外洋吉。 日本音楽制作者連盟に加盟している。五十音順。子会社、ライブビューイングジャパンの芸能マネジメント部門。2020年4月に発足し、アミューズ所属者が一部移籍している。公式サイトのロゴには、アポロベアミューズグループと表記がある。ラストラムミュージックエンタテイメントとの共同出資により、設立した連結子会社。五十音順。 NHKTBS 系列 NHK 日本テレビ、系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列富士テレビ系列独立共衛星、放送インターネットテレビ制作ほか2019年4月、上限を超える時間外労働を従業員にさせた等として、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かった。 2013年8月には、労使協定を届け出ずに、従業員に残業をさせたとして、2018年10月には、月に1日も休むことなく働いていた、従業員がいた等と認定され、それぞれ是正勧告を受けていた。連結司会社関連会社現在過去、出資会社サポート会社、ありがとうございます。